はい、それでは今日ここからですね、今日の授業に入りたいと思います。まず前回のまとめですけれども、前回はコンピューターの基本構成について説明しまして、実際に内部の紹介を行いました。それから色域装置、メモリの配置や容量についてですね、補足説明を行いました。メモリ容量の単位について説明しまして、それからバイトとワードの概念について紹介をしました。で、今日は計算機上での、その数値と数式の表現という話に進みたいと思います。テキストを持っている人は12ページからですね、参照してください。まず第2点、1節の数値の表現というところから話をしていきたいと思います。で、この話はですね、テキストにありますように、まずビットやバイトやワードの概念というのが出てきますけれども、これらは前回の授業で説明しましたので、忘れた人は適宜復習をしておいてください。で、今後はですね、1ワードを N ビットとして話を進めていきます。で、ここからはですね、数の加減上場などをどうやって行うかというのを考えていきますけれども、この数の加減上場の演算の基本演算をですね、このワード単位で考えることにします。考えるというのはどういうことを指すかというのは、これからまた授業の進みに従って具体的に説明していきます。で、その数値とデータのですね、表現の細かいやり方については、特に説明がない限りは言及しませんけれども、要は我々が扱う数値と、それからそれの計算機上でのデータとしての表現というのは、1対1対応があるということだけ押さえておいてください。そこでまず 2.2.1 項で、整数の表記、特にここではその2の歩数というのを概念について紹介していきたいと思います。で、その整数の表記なんですけれども、現在はですね、ほとんどすべての計算機では、この二進法で数を表しております。現在はと書いてあるのは、実は過去には二進法以外のですね、表記を行っていた計算機もあったんですね。そこは詳しく触れませんけれども、現在は多分すべての計算機で二進数で数を表していると思います。で、ここから先では、その1ワードをですね、32ビットとして話を進めます。この32というのが、最近、近年の計算機ではよく使われている1ワードのビット数ですので、ここでもその30、1ワード32ビットとして話を進めます。で、まず、挙げるのが符号なし整数の表現です。で、ここにありますのは、箱の形をしているのはこれメモリーですね。で、この一つ一つの箱にこう1ビットずつこう入っていきまして、で、一応番号をつけて、この一番右側が B の0という箱、それから一番左側が B の31という箱というふうに名前を付けまして、この箱で、メモリで32ビットの二進数を扱うということにします。で、これが表す数をですね、整数 V というふうに表しますけれども、で、この BJ、各箱 BJ には0か1の値が入るということで、これは十進数と同じようにですね、十進数だと1の位、10の位、100の位っていうふうに桁を取りますけれども、二進数だとこれが奇数が2になって2のべき乗になるわけですね。だから1の位、2の位、4の位、8の位という形で位取りをすると。そうしますと、ここにありますように V というのがその BJ×2 の J 乗の和ですね。こういう形でこう我々の使っている整数と、それからその計算機上での二進数での表現というのを対応付けます。まずこういう対応の仕方ですね。十進数の書き方とほぼ似ている、ほぼ同じことをやっているということで、まず注意してください。ということで、符号なし整数の例をとってみますと、例えば十進数の0は二進数でも0ですし、十進数の1は二進数でも1なんですけれど、十進数の2になりますと、これが二進数だと1、0という表現になりまして、で、最後にこの符号の付け方ですね、表される一番大きい数というのは、二進数ですとこの32桁全部1が入った
値なんですが、これは十進数では2の32乗マイナス1を表すという形になります。まず、この符号っていうのはプラスマイナスですね。プラスマイナスの符号なしの整数っていうのが一番基本的な表現になるので押さえておいてください。で、次にその符号のついた整数というのを扱います。まあ、そうですね、我々日常扱う整数だと符号がなしだと結構不便な面もあります。例えばお金の計算をしようと思うときに、収入はプラスで支出はマイナスでっていうふうに書いていって最終的に残高を出すとかっていうことになりますから、そうすると計算機でも負の整数を扱いたいという、まあ、要求はかなりあるわけですね。でそこでどうするかというと、この先ほどの符号なし整数にこの符号の情報を加えます。でこの符号の情報を一番左側のこの B の31の、ビットを使って表すというわけです。でその符号の情報をどうやって表すかっていうのをこれから紹介したいと思います。まず一つ、これですね、これを、そうか、すみません、これを符号ビットというふうに言います。で、この符号付き整数の表現ですけれども、一つはその符号ビットによる表現がありまして、もう一つは2の歩数というのを使った表現というのがありますので、これを順番に紹介していきます。まず一つはですね、符号ビットと符号なし整数の組み合わせという表現ですね。で、これはそのこの B の31のビットをですね、符号の、政府というふうに表して、つまりこの B の31が1であれば負の数であると、0であれば正の数であるという形で表すというやり方です。で、そうするとこのあと残りのですね、B0 から B の30っていうのは普通に符号なしの整数として扱います。で、このようにしますと、一応この与えられた表す数を V としたときに、この V っていうのが、符号ビットで正負を表してそれをかけると。で、あと残りはその符号なしの31ビットの整数を使って表すという形でこう表されることになります。そうすると、0の符号っていうのはどっちなんだっていう問題が多分出てきますので、一応まあこれはどちらに定義してもいいんですけれども、一応0の時は符号はプラスにするというルールを加えておきます。で、このようにその符号ビットと符号なし整数をで負の数を表した場合ですね、十進数の負の数に対して二進数というのはこのような形で表されます。例えばマイナス1ですと二進数の1に符号ビットが1になっている感じですね。あとは同じように例えば二進数マイナス4ですとこの、このマイナス 4か二進数の4に符号ビットの1が立っているという形で表されることになります。でこの符号ビットと符号なし整数の組で表す長所としましては符号の反転が容易であるということですね。ですから例えばプラスの数をマイナスの数にしたければこの、符号ビットの0を1にあるいは1を0にすればあっという間に終わるということなんですね。一方で短所としては、負の数の加算がやや面倒であるということで、例えばそうですね、マイナス4を別な数に加えようとしたときにはこれはそのまま足すわけにはいかないので減算の処理が必要になるというものです。以上がこの符号ビットと符号なし整数の表現です。で次にもう一つの2の歩数を使った表現について説明します。でまずこれですね、手順、この2の歩数を表す手順をちょっと紹介しますと、m という整数が与えられたときに、マイナス m を表す手順っていうのを次のように行います。一つ目は、この m のビットをすべて反転すると。で、二つ目は、それで1を加えるという形でして、で、これでどのようにして、その、負の数を表しているかというと、実はこの
31ビット目 B の31っていうのがですね、マイナス2の31乗っていう非常に小さい数を割り当てておくんですね。で、それとあとその、まあ、B の0から B の30までの31ビット分は正の2進数と、まあ、こういう数の表現をします。ではちょっと具体的にですね、な例をですね、ちょっと見てみましょう。ここでは1ワードを5ビットとして、マイナス9という数を表すということを考えます。1ワード5ビットのうち数値は4ビット分、それから符号は1ビットということで、マイナス9という数を表す手順をちょっと見てみましょう。まず、このメモリにですね、まず9という数、負にする前の9という数を入れます。そうすると、9の2進数は1001ですので、まあ、こういう形でこう入っていきます。で、次のステップで、このビットを全部反転させます。反転というのは、1だったものを0に、0だったものを1にするということですね。そうすると、9が与えられた段階で、このメモリの表現というのは01001だったので、これ、ビットを反転させると、これが10110になります。で、最後に、この値にですね、1を加えるんですね。そうすると、10111となりますけれども、これが実は、この2の歩数による、マイナス9の表現ということになります。じゃあ、なんで、これが、マイナス9を表しているのかっていうことなんですけれども、この括弧1番ですね、もともとの9はこれだったんですね。この括弧1の表現と括弧3の表現、これ加えてみたらどうなるでしょうか。まず1の位1と1を加えて、0になって1繰り上がるわけですね。で、2の位が、1繰り上がって0と1を足すので、またこれも0になって1繰り上がると。で、3の位、4の位も、1繰り上がって0と1を加えて、やはり0になって1繰り上がると。で、8の位も、1繰り上がったのに1を加えて0を加えるので、やはり、こう0になって1繰り上がると。で、符号の部分も、ビットもですね、1繰り上がったのに1を加えて0になるということで、まあ、ここ最後の符号の部分でこの1を繰り上がるっていう部分を無視すると、この1番のメモリの表現と3番のメモリの表現加えると0になるっていうことになりた、0になると等しくなるということに注意してください。ということで、皆さん漢の理論をやった時に、その加法の逆元っていうのをどう定義したかっていうのを思い出すと、その例えば B が A の逆元であるとは、 A と加えて0になる元だっていうふうに、そういうなり方しますよね。だからこの2の歩数っていうのはちょうどその元の数の加法の逆元になってるってことがこう確かめられるわけです。で、いうことに注意してください。あともう一つ注意していただきたいのは、これ、今この9とマイナス9を加えて0になりましたけれども、この時に符号のビットから1繰り上がりましたけど、この繰り上がった符号のビットから1繰り上がった数は無視するということにも注意してください。で、一応この2の歩数というのが今、整数、負の整数の表す表現の仕方でよく用いられておりますので、この機会に覚えておいてください。ここまでよろしいでしょうか。